やっぱすが横浜だったね。あ、本当に。うん。怖ない。ま、せいぜい頑張ってあずこの球体をくぐり抜けてください。いや、まあ、だってあのまままっすぐでしょ。1号店だよ。女性なのかな、本当に。そう、あんなチャリ乗るかな。よし、もう男のチャリ。でもいいけど見に回れない。あげたけど、おお、こういう見たの。済ませる方法としてニカフェ行ってカレーガッて食って帰るって方法もある。30分だけニカフェ行ってカレーとかはガッて食って帰る。やだな。家の方がいい。面白そうだな。こいつなんて名前？亮ね。どうしたん？いや、他でも言いまくってんのかなと思って。さあ。さすがに無理だと思うよ、その値段。転売したかったじゃないの、それ。売ってるから、その人自分。そういうのありそうだ。ここは地上うまそう。あ、カレー食いたいな。ないんだよね、中辛。うん、前買ってきてくれなかったんだっけ。これ界隈のそう、2500円であるね。ある、こっち界隈の。なんか違うんじゃないの、知らないけど。傷あるか、これ左出せよ。危ないな、あれ。なんで出せないよ、何言ってバカじゃない。この辺の信号機じゃねえ、歩道さ、信号機ねえから気をつけた方がいいよ。これでしょ、大丈夫。さっきのところも1個通過してたけど、ポップが釣られてあくびした。ここで買えばいい。動作見せるから大体動くのか。
分かんないね。他のところには行ってないね。他のところには行ってない。不思議だ。そうだったら自分の思い通りの値段で売ってない。およそ700メートル右方向です。集まんないのね、マネージャーって。うーん、要は1日10くれとかないと集まんないから。あ、めんどくさ。じゃあいいや、いいやって思う。じゃあいいですってなる。アライピ嘘つきやがったな、あいつ。え、アライピ嘘つきやがった。なんで。え、いや、これマリアになったんすね、いいですねって送ってさ、そうなんですよっつって、今回間に合わせぬかいっつって何やっとんねん、アライピアホか。しょうがない、ちょっくらいだな。やっぱりちょっとやるせやつねって。どんどん飛び出してくるのかと思って、ちょっとね。前半は間に合ったんで、だから一日ゆっくりやってれば。けど今回一日ゆっくりやっても間に合わない。あとプラス11くらいやんないと。じゃあいいですって感じ。最後のところで今回間に合わったんですね。300メートル左方向です。すいません、今回ダメでした。毎日1くらいやったんだけど今回ダメでした。俺のとこだけに来たし、綺麗だから分かんない。2号はねえわなあ、そういう人は2号はねえわ。大丈夫って言ったな。ああ、3だったらうずったのにな。これまっすぐ行っちゃった方がいいかな。いや、混んでんのかな。うん、だってこれ見てみ。あ、違う、まっすぐ行ってんの左のもう混んでるからこっちなのかなって。うーん、いや、こっちはだってこれ絶対嫌でしょ、これ左嫌だよ、これ。これね、今ね、このうわ、何あの車、カメラだから分かんないと思う。この車、横から追突されたの。え、なんで。すっげえ横ペコペコだから、あれ。まあ、本当だ。横べこじゃない。さすがにこれは通さない。こんないるから。お腹が空いました。行っちゃうからしょうがないでしょ。言わないように、できるように私言わないですね。だから運転しとんねん。ちゃんかわいい運転しちゃん。あいや。鼻水出てんの、かわいちょんね。おい、バカバカ、何しとんねん。邪魔だった。
せないんだろうな、セミから。おねねブブー。